反乱軍は織田というわけで、と腕輪のありかと氏康の真意、あの忍びに教えてもらおうかね。風魔の旦那をとっちみりゃいいんすね。合点でい。敵はただの患者か。この名族炎本書が出るまでもあるまい。これぞ無双。年中の記憶に留めん。どうしよう、炎章殿が動いてくれません。冥族に無理強いはできないね。けど炎章殿が果たして本気かどうか。風魔さんも腕輪を探してるんでしょ。私にもその情報教えてほしいの。シルバの関係でこれを割らせてみよう。ああ、うるさいうるさい。あれ、風魔さん以外の人間がいるけど。あの者らも氏康の忍びを狙ってるよ。先に接触されるとちょっとまずいの。敵の敵は敵ってことですね。じゃあ、あいつらも全員やっちまいます。あれ、新しい敵が。非力ですが頑張ります。無双、やつらの相手はお任せあれ。拙者の部で撃退戦。やるの。おことのようなもののこそ国の礎よ。やっぱりすごいっすね。師匠って呼んでいいですかい。ねえ、森本さんに従ってて大丈夫？あの腕輪使うととんでもないことが起こっちゃうのに。な、何？とんでもないことって。私たち信長に協力したらまずいんじゃ。しっかりして、カイ。今はお父様を信じて進まなきゃ。腕輪を狙う勢力の二つ、信長に教えてやる。風魔の旦那、またよからぬことを考えてますな。あの荒手、まがまがしい兵を連れておるの。わし戦の経験長いけど初めて見たよ。あの乱入してきた人たち、風魔の旦那の親戚？仕事でも不気味なところがそっくりだにゃ。貴様の相手、大不審の娘が務めよう。覚悟しろ。まがまがしい連中は片付いたようじゃねえ。じゃあ当初の目的を達成しよう。へい、風魔の旦那をとっちめるってやつですね。怪しい女、いきなり襲ってきて。兵たちが傷ついてしまった。カイ、一度体勢を立て直しましょう。やるの。おことのようなもののふこそ国の礎よ。やっぱりすごいっすね。師匠って呼んでいいですか。あの人たち、すごく顔色が悪いみたい。どこか調子でも悪いのかな。異形の舞台が相手とは。だが相手が誰であろうと拙者の心は揺るがぬ。門を開いて本陣に交代。策の匂いがプンプンするが、果たして。あ、敵が集まってきてますね。
く頑張って倒さないと。ここは拙者が出る。我が部にて策ごと打ち破ってみせよう。やるのう。おことのような者の服こそ国の礎よ。氏康もじゃけど、一番の問題は信長じゃな。あの男、一体何を考えておるのやら。まあ、信長は元の世界でも理解不能ですから。我が知力に挑むとは無謀だな。本陣に氏康の忍びはいないようじゃねえ。ってことはやっぱり罠にかかってくれて嬉しいぜ。ここから加工中堅が相手だ。罠を見抜けないとは忍び失格。とりあえずこいつは何とかしやす。俺の幕だ。あとは好きにしてくれ。加工、敵ながら見事武をもって恩義に報い申したな。我に用があるのだろう。そんなにたくさん呼んでないよ。これは一人一人倒すしかないかね。風魔の旦那、ここで分身の術ですかい。じゃあ異世界忍術対決と参りますか。分身の術とは恐ろしき技。幻惑されずに実態を見極めねば。すごい。私も頑張って鍛えればできるようになるかな。腕輪とかあの女とか気になることはあるけど、小太郎を守らなきゃ。風魔さんは撃たせない。私が相手を務めます。見せない。残念でした。惜しいな。受け出しする。全員偽物だった。ちょっとずるい。いいの。親方様、遅くなってすみません。風魔の旦那の居場所が分かりました。さあ、風と戯れる。逃げられるとまずいよ。早く追いついて倒さんとね。待て、冥族炎本社がいる限りここは誰も倒さんぞ。まさかな。これは助かっちゃったね。お父様の道を信じて戦ってきた。でも負けてしまった。私は一体どうすれば。ああ、もうすっきりしない。何が正しくて何が間違いなのよ。やるのう。おことのような者の服こそ国の礎よ。名族は伊達じゃないってことかね。すごい、ここに敵が来るって分かってたんですね。
これが栄翔殿の武略、実に見事。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。海王が槍にかけ、来たれ水流。お前は我がコートさせてもらう。これぞ無双。忍びの退路を塞いだのは策のうちか。当然である。偶然奴が私の前に現れたわけではないぞ。さて観念してもらおうかね。知ってること全部話してもらうよ。風は捉えられぬ。なんと逃げられちゃったかね。ま、戦果はあったし、よしとしようか。さて、名族にふさわしい結果である。